ワンズタイムでは車中泊しながらワンコと楽しめるスポットも紹介していきます。今回は観光地として有名な伊豆、多くの観光スポットがあることでも知られています。今回は伊豆高原を観光、ペットと一緒に行ける神社やお寺、そして観光スポットの大室山へ。頂上から見た絶景にワンズも大興奮。今回の旅は観光スポットがたくさんある静岡県伊豆半島。ワンズタイムでは初めて伊豆観光します。前回道の駅伊東マリンタウンで美味しいものを買ってワンズと車中泊を楽しみました。2日目の朝ですね。今日もね、1日いろんなところね旅していきたいと思います。いや、昨日本当にね夜雨降ってね、はい、今日どうするかなっていうスケジュールを持ったんですけど、朝雨も上がってね通常通り旅がねできるような感じですね。今日の旅はね、御朱印巡り、私たちね御朱印巡りをねいろんなところでねワンズと一緒にやってるんですが、今日は神技大社、ここにまずね行ってみたいと思います。ということで到着しました。はい、ワンズ神技大社到着したよ。これからお参りに行きます。ここねワンコたくさんいるような神社なんで一緒に行きましょう。神技大社のね前に来ました。大きな鳥居ですね。はい、はい、では行ってみましょう。神技大社は国道135号線沿いに位置し、犬と一緒にお参りできます。この神社には全ての神様がいらっしゃるため、あらゆる願いを聞き入れてくれるそうです。はい、2つ目の鳥居です。ここにね、象形文字があるんですけども、この神社の中に60箇所あって、この中に犬の象形文字があるみたいなんで、それもね探しながらねお参りしていきたいと思います。見つかるかな。はい、手を清めてからですね。なんとここは、はい、この長寿者の水場、ペット用っていうのがあるんですよ。ほら見てください、このペット用水場。はい、ね、中に直接入れちゃいけないんですけど、手をね、はい、お清めしていきましょう。ワンちゃんもね入ったことだからこういうことでいいかな、はい、そういうことだね。ダメダメだ、ちょっと待っててね。お水飲んじゃダメだよ。そうやってやって、はい、お清め、はい、お清めお清めですね。はい、あーちゃんもね、はい、あると手清めでこうね、はい、お清め、お清め、はい、え、そうだ、上手、まあ、本当に犬に優しいですよね、はい、こういうところ、はい、お清め、お清め、嬉しいですよね、犬の飼い主ですよね、はい。いやいいね、はい、お清め、お清め、はい、ダメよ、あの、ダメよ、はい、お清め、お清め、お清め、はい、よし、行こう。はい、神技大社は、八百万の神、すべての神々が祀りされている大社ということになってますね。はい、で、このね、先ほど言ってたあの縁起石、はい、約60箇所の象形文字の石がね、あるみたいなんで、よく踏んでね、はい、お参りするのもいいと思います。おー、大きな竜だ。はい、ほら、はい、ここにもね象形文字がありました。大きな竜です。すごいね。はい、今ね皆さんがお参りしてます。はい、今なんかクミさんが見つけたみたいです。象形文字、じゃじゃん、お、あった、犬、犬、いいね。さあ、
みんなで踏もう。じゃあみんなで踏もうか。みんなで踏もう。はい、犬の象形文字です。ありました。御朱印と絵馬をね、いただきたいと思います。絵馬をやると、お祓いをしてくれるというね、ペット絵馬。お願い事を書いて奉納するペット絵馬です。タレミミちゃんとタテミミちゃん、うん、なんで自分のワンちゃんに合った、絵馬を選ぶことができます。はい、はい、ありがとうございます。書かせていただきます。こんなにいかがでしょうか。はい、出来上がりました。絵馬をかけていきたいと思います。はい、ワンズタイムのね、絵馬ですね。はい、ワンズタイムの絵馬をかけていきます。みんなが健康で過ごせますように。はい、これワンズタイムのね、絵馬ですね。皆さん来た時にね、あったーって言って思い出してくださいという感じです。神社の中をね、少し散歩していきたいと思います。なんかすごくね、愛とか象形文字の愛とか、はい、宝、はい、宝踏んでみます。いいね、稲作ですよね。鏡、自分のね、ことを鏡映すみたいな、ね、学ぶ、縁結びの石がありましたね。ね、八百万なんで、いろんな神様がね、祀られてると思うんで、はい、ね、今境内ちょっとね、見学してます。あ、商売繁盛の神様のありましたね。ここはね、商売繁盛ということで、私が代表して行ってきます。はい、お参りしてきました。大黒天と恵比寿様がいらっしゃいました。はい、まあね、ワンズタイムね、今後ね、きちんとお願いしてきて、みんなにね、いい動画が届けられるように、はい、お参りしてきました。はい、こちらもね、お参りに来るといいと思います。はい、ということで神技大社で御神をいただいてきました。こちらになります。おお、すごいかっこいいですね、字がね。はい、令和5年3月10日ということで御朱印いただいてきました。はい、神技大社の方ね、今お参りしてきました。その後ね、龍慶院に向かってます。こちらもね、犬に優しいお寺さんになってますので、そちらの方もね、お参りしていきたいと思います。隣に幼稚園があるみたいですね。もういいかいって聞こえてますね。はい、ちょっと風が強いですね。はい、今正面に来ました。あ、横がね、池になってて、声が、綺麗な声が、錦鯉がいますね。あ、鯉の餌販売中って書いてある。そうね、鯉に餌あげられるんだ。そう、しかもね、おみくじなの。へー、コインの餌販売中。お、しかもなんかガチャガチャになってる。そう、おみくじ、ちょっとこれ後でやってみよう。面白いね、コインの餌おみくじとか、犬のおみくじとか、いろいろ違うよ、おみくじに餌がついてる。あ、本当だ、おみくじに餌がついてるね、これ。面白い、猫の本もあるよね。うん、後であげよう。あげようね。
厄除け玉もあるんだ。ほら。ね。これを。投げるやつか。そう、割るやつね。はい、では行ってみましょう。大室山リフトの駐車場に向かってます。目の前にね、大室山がドンと、イメージがね、あれですけど今真っ黒ですね。2月の26日にね、大室山の名物のね、山焼きがあったみたいなんで、今はね、黒い状態ですね。3月10日なんで、焼いてちょっと経ったぐらいですね。今大室山の第一駐車場の方に向かってます。大室山です。リフトですね。ということで行ってみましょう。はい、今ね、大室山の第一駐車場に停めました。浅間神社の鳥居が見えますね。赤い。もうここはね、観光のスポットなんで、観光バスもね、たくさん来るようなところですね。ここはリフトね、犬一緒に行けるので、それもいいですよね。そこだね。はい、ここね、チケット売り場です。小型犬は乗れますね。はい、はい、今ね、チケット買ってきました。ここで行きたいと思います。はい、こんなチケットですね。大人700円です。犬無料です。犬無料です。リフト乗り場に上空から見た大室山と山焼きの様子の写真が展示してありました。バンズを抱っこして乗車です。リフトからの眺めはとても素敵でした。バンズも怖がらずに景色を楽しんでいました。高所恐怖症の私は途中からちょっと怖かったです。撮ってもらったよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、記念になるね。到着したということで、はい、これからね、巡っていきたいと思います。ということで、浅間神社入り口がね、ここにあるので、ここからあちらの方にね、はい、行けるみたいなんで行ってみたいと思います。はい、はい、よし、行くよ。大室山浅間神社にね、はい、行ってみたいと思います。ね、アーチェリー場。そうです、下にね、アーチェリー場が見えました。はい、ここね、アーチェリーもできるみたいなんですね。今日風が強いからちょっとあれですけど、わかんないですけど、ちゃんと舗装されてるので、すごくあれ行きやすいですね。なんかこう、すごいですよね。ちょうど山の下のところでね、アーチェリーができる。そして今ね、浅間神社、はい、鳥居がありますね。焼いてあるのよくわかるね。そうですね、ここをやってみるとね、焼いた跡がね、ちゃんとわかりますよね。黒いお山黒い山ですね。まあ逆に黒い山もね、見れないかもしれない。なかなかね、うん、やっぱ山の上だから風もあって、風強いね。うん、意外と風が強いですね。ただね、これすごくね、さっきトイレも綺麗だったんですけど、舗装もすごい、こうね、ちゃんとこう手すりがあって、みんなが来れるような体制を整えてるっていうのが、やはりこの観光のね、階段もね、すごい降りやすい階段、うん、そうなんですよ。僕たちね、いろんなところをね、お参りしてて大変なんですよ。とにかく神社のね、特に浅間神社とかね、山の上とか多いので、あと奥宮とかね、でそういうとこってまあ、なかなかハイキングと一緒でかなり大変なんですけど、これだけなだらかで足のステップもちょうどいい感じに設計されてるので、
こういう手すりもね、安心ですよね。はい、はい、でこの上が浅間神社になってます。はい、ここでお参りしていきます。どうぞ。浅間神社を終えて山の周りをね、これから歩いていきたいと思います。こうやってね、今ねちょうどこの河口のところを歩くようになってて、皆さんねこれをね楽しんでます。よし、トンビ来てるよ。え、どこ？トンビが狙ってる。タコしちゃおうか。何か狙ってる。狙ってる。やばい。おう。はい、今上がってきました。はい、ここから見るね。伊豆の景色すごいですね。今ね、トンビ来てたんですけど、結構狙ってた感じがあったんで、すぐ退散しました。意外とね、チワワぐらいだと持って帰るんで、トンビ。ちゃんと警戒して行かないとね。はい、あそこがロープウェイ降り場です。風がすごいです。山頂ね、やっぱ風がすごいんですよ。海上安全、海難防止、大量危険のために建てられたそうです。で、ここはね、眺望のご案内ということで、はい、でこのご案内から見ると、まっすぐ正面が伊豆高原駅とか城ヶ崎海岸みたいなところねあって、あの有名な城ヶ崎の吊り橋とかねありますね。で、遠くでもう今霞んで見えませんが、奥の方にはね房総半島が見えるそうです。頂上までもう少し。いやいや、なんかリフトを使って上がってきたのに、だけどやっぱなんか山登りして気分がちょっと味わえますね。はい、三角点ですね。いやでもね、景色素晴らしいですね。ここのね、頂上の上、はい、なんだろう、この河口の周りを散歩します。はい、素晴らしい景色です。頂上からの伊豆の景色が素晴らしかったので、バンズと景色を楽しみました。はい、蜜福団子ね、出来上がったみたいです。はい、呼ばれました。はい、甘酒と、はい、このね、蜜福団子、はい、ゲットしました。はい、これがね、蜜福団子です。いや、かわいいね。これね、新名物らしいんで、うん、どう？うん、あったかくって甘酒っぽくておいしいおいしいはい、山頂で食べた蜜福団子ですね。なんかね、イラストがね、この大室山のね、イラストになってて、はい、キャラクターなのかな。はい、あったかい。あったかい。はい、おいしいね。よかったね。はい、雑貨店おいしいです。風も強いです。もうそろそろやばいかも、この風が。なんか台風の中のレポートみたい今台風が来てますみたいな感じの状態です。はい、ということで、あと甘酒ですね。ちょっとね、ちょっと風が強すぎてちょっとさっと寒くなってきたんで甘酒飲みます。はい、いただきます。美味しい甘酒。美味しい、うん、優しい甘さだね。そうだね、こういう時の甘酒うまいですよね。はい、ワンズ。あった
高いね、うん、はいはい。いやーこれは風がすごいな。景色すごいですよ。景色はハロー、アルトものんびりですね。ね、あると気持ちいいね。下はねゴルフ場ですね。大丈夫そう。あ、いそう。午前中立ち寄った流経院にもう一度行ってみました。ペットはね抱っこで入場かですね。はい、では行ってみましょう。はい、今ねお参りしてます。ワンズも中にね、もう一緒にね抱っこバッグの中に入ってますね。なんか本当にもう蛇だよ。竜神様のね邪魔石。これは触るんだね、うん、やってみましょうか。はい、ということで今ね久美さんが竜神様を参拝します。はい、お願いします。尻尾まで。はい、おで中央にある願いの水晶で手を触る。これか、うん。ここでね、待っててケージが用意されてて素晴らしい、優しいですね、ワンコに。3回シュモクで叩いてみてねって書いてる。これシュモクって言うんだね。そうだね、うん、おー結構やっぱいい音するね。そうだ ね。はい、ここにねちょっと気になってさっきね書いて気になってた犬おみくじ。犬おみくじ200円。200円、コインの餌付き、これですよ。ちょっとね面白そうですよね。これやってみましょう。昔このガチャガチャよくやった筋肉マン消しゴムとかね。これで出すの。あ、これで出すのか。はいはい、出てきた。でじん、犬。はい、開けてみましょう。開く、開いた、イエーイ。中に鯉の餌が入ってます。違うよ、おみくじだよ。犬の飼い主様へ。あ、中吉。中吉です。はい、中吉です。もっとおしゃれしたいって。もっとおしゃれしたいです。今日ね、洋服着てないんですよ、実を言うと。じゃあおしゃれさせましょうか。レイドもね、はい、汚れてもいいのできちゃったから ね、うん。犬の健康がご飯の与えすぎに注意。なんだ、ダメだって。見学賢い、次々に教えて吉。頑張ろうね、アジリティ。冒険、近場への旅が良い。今近いね、この辺ね。近いね。はい、行くよ。あ、クワウジね。よいしょ。あ、濃い、なんかいいね。よいしょ。はい、お、集まってきた。いっぱい来た、いっぱい来た。それ餌やり2回目だね、うん。タクト不思議そうに見てます。いいね、なんだか餌やりって楽しいね。はい、ということで御神いただいてきました。はい、御神がこちらです。見てください、これちゃんとね名前書いてあると。タクトパノ、うわすごい、めちゃくちゃこれ幸せですね。いやで、もう一つが大室山の、よいしょ、これがね大室山のね記念ですね。今日登ってきましたからね。これもさ、狛犬さんなのかな。そうだね、狛犬になってるよ ね。うん、いかがでしたでしょうか。伊豆高原の観光、
ペットと一緒に行ける神社やお寺、そして観光スポットの大室山、頂上から見た絶景に感動しました。次回は伊豆車中泊2日目、伊豆高原の湯で疲れを癒し、ノープランで美味しいグルメ探し、お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。